樹脂パレットを節約したい方にご提案です。こんな悩みをパレットもっこが解決します。最初にパレットもっこを広げます。荷物を乗せます。ストレッチを巻きます。 ベルトを固定します。ベルトが落ちないように固定できたら完成です。樹脂パレットを使わず運べます。あなたの運ぶをお手伝い。